たのは嵐山です。では今日はいつも通り大学の友達のひーさんと一緒に行きたいと思います。今日もよろしくお願いします。おう、京都の大学生をしておりますが、嵐山にはそんなに来たことないな。言うて高1の時の遠足の時、大学入って2回目、で今日4回目。関東から来る人もさ、嵐山は結構来るんかな。今日は先ご飯を食べに行きましょう。生きてる？祝日にちなみに来てます。なんかさ、久しぶりにこんなに広々としたところに来た。普段さ、家におること多いしさ、なんか囲まれてる感あるけど、めっちゃなんか爽やかやわ。口も開きました。まあちょっと人が多いぐらいかな。そう、いい感じの音楽が流れてるので、しっとり食べたいと思います。しっとりご飯を食べてきました。最近しゃべり口調に迷走してねてかさ、自分のすっぴんの時マジで霜降り明星の粗品さんに似てると思うねん。コメントでも言われたことあるし、友達にもスクショ送られて、これマミに似てないって、嬉しいんかなみたいな。 目だよ目目がね、似てんねん。今日はガラコンしてるからあれけど、ちょっとほんでもっと顔が面長だったらでもこうすればチャンネル登録お願いします。あー、やってる。じゃあ今ここで思ったことがあることを言います。前もさ、後ろもさ、両方カップルやんか。なんでマミラなカップルできたかった。めっちゃここに当たってんねマイナスイオンを感じます。今日はマミヤでの一日を覗いてみましょう。ちゃんと打ちましょう。ついてこいよ。やっぱしこんだけ人がおっても結構静かということは、日本人の礼儀正しさを感じます。京都来るベストシーズンやと思う。紅葉はまだ全然してないけど、ちょっとしてるぐらいのとことかもあるけど、京都はね、冬が寒い。大阪と京都で全然違うもん。なんか大阪あったかいから、この服で京都行こうと思って京都行ったら、夜めちゃめちゃ寒いやんみたいな、あります。なんか MV できそうじゃない、ここでミュージックビデオ。あのバックナンバー系の彼氏が恋人を撮るみたいな略奪愛違う、なんていうの、彼氏の彼が欲しい彼女も違う。なんでバックナンバーが略奪愛あるの。はい、つまんないかもしれんけど、どんぐり撮ってるなんて言ったらいい。秋見つけためっちゃ綺麗じゃないこのどんぐり。落ちた。今ね、ボート乗り始めたんです。初めてのボート。逆向きやな、進み方が。あ、そうですか。それは抵抗あるさっきまでね、逆っかでこう言っていいよいいよ。ビャンでどこの力士ほら、こんなに遅い近くまで近かったらこう逃げるか。そりゃあっちの方が強いもんね。今この道のプロだから、鴨川界のプロだから。私はちなみに鴨料理大好きでめっちゃ綺麗じゃない。綺麗。これこそ今日一番お伝えしたい。これめっちゃ楽しいからさ、嵐山来た人ぜひやってみて。めっちゃ楽しかったよな。腕プルプルするし、なんか力に自信のある方はどうぞ。かわいいミッフィちゃん。友達は揚げ餅を食べていましたが、私は梅チューハイ。お、これアルコール 8% やった。そりゃ濃いわ。美味しいっす。美味しそうなの買ってきましたね。黙って5分で食べたいと思います。恵方巻きですか嵐山やっぱいいわ。カップルで行くのもめちゃめちゃいいと思いますよ。
一言。なんか京都住みの人でここ行ったらいいんちゃうみたいなとこあったら教えてほしい。心を入れ替えたいと思います。バイバイ。